今このように私と会っちゃった。会っちゃった。そう、だから会っちゃったってことは、ね、もう天に合わされたと思えば、今ここに私の前に座ってるということ。そう思ったら、そのように今ね、おっしゃったような問題を抱えてる人は山ほどいるわけ。うつ病なんか本当に人口の1割ぐらいいるぐらい。統合失調症とかいろんなのに入れたらもうとてつもない数です。でも、全部心の問題です。心の記憶ですよ。何、その高校生のどういうことがあったかわかんないけど、その記憶が後々自分をいじめてるわけ。その記憶を薬で治すってことは変でしょ。記憶喪失にするわけじゃないでしょ。で、人によって全部違うわけです。ね、心の病だけでも300種類以上ある。300種類の薬を用意したら確かにそれは儲かるかもしれないけど。でも心を薬で治すってこと自体が間違いない。例えば薬物依存症の人に薬物で治すのかい。だからそれほど人間は心のことを知らないでここまで来た。そうです。心と頭とは全然違うんだと。頭で学問で覚えるのと、心の自分が生まれた時からのずっと先祖からのそういう DNA を背負って、そういう過去の記憶も全部背負って生まれてきてる。だから その心をどうするかということなわけです。それによって全部変わってくる。でも、私から見ると、ね、一番いい環境でいると私は思いますし、そして世の多くの人を救える、そういう立場なんだ。そう思ってください。先ほど、まあ、ね、私はこうね、ね、統合失調症、うつ病、だって言って、ね、私はこんな欠けてる人間なの、こんな欠けてる人間だの。こっち、いろんな人に言ったら、こんな欠けてるのよ、こんな欠けてるのよ。でもこんな月はないわけ。月は常にまん丸な。ですよね。だから自分も常にまん丸だと思ってる。私はこの東京駅の前に、薬を使わないで、うつ病を中心として精神の心の病を、薬を一切使わないで、もう7年やってるんですけど、95% ぐらいの人が寛解していってます。元に戻っていきます。それは今の私のその理論で、それを認めたときに治っていってる。だから、人によってはその場で治っていく場合もある。だって治す必要ないんですよ。月はまん丸なんだから、最初から。治すという観点自体が違うわけ。だって私にはもう、先ほど言った善人の表のあれじゃないけど、ね、自分をそのように、まだ私はこんなダメなとこあるのって謙虚じゃないですか。もう俺はこんな立派なんだって言ってる人より私はそちらの方が立派に見えますよ。だって人間なんてみんな心の分で見たら目くそ鼻くそですよ。50歩100歩です。なのに俺は問題ないなんて言ってること自体が傲慢な。私はこんな未熟なとこがある。こんなダメなとこがある。ということによって、その求める気持ちを持つわけ。常にあなたは最初からまん丸であり完璧なんですよ。何の問題もないんですよ。素晴らしいんですよ。そして、その問題は多くの人に気づきをね、その世の中にそうやって困ってる人がいるから、そういうことを救える立場にある。今、コロナウイルスで世界中の人がみんな恐怖に怯えてるじゃないですか。存在しないものに怯えてるわけ。だって感染した人のこんなわずかですよ、人口から来たら。いくら増えたと言っても。まず人口密度からはほんのわずかです。で、死んだ人のさらにほんのわずかです。それよりも世界中の人はみんな恐怖に怯えてるわけ。この恐怖は自分の心の問題でって、恐怖そのものは別にウイルスじゃないわけ。まあ、そういう存在しないものに、苦しめられているんだよと。まあそういうことはです。で、今その自分の心の苦しみをね、今度別の例で言うと、心の私は生ゴミって言ってる。心の中にそういう生ゴミを放っておいたらどんどん腐っていく。で、それが今度そのまま相手と接したら、その生ゴミを相手にぶつけちゃうことになっちゃう。で、そのまま抱えていったら自分がね、ずっとその部屋に腐った生ゴミやったら、一番匂いを嗅がなきゃいけないのは自分なわけ。で、その家族にもその匂いを嗅がせていくことになっちゃう。もっとさらに腐っていったら、窓からその匂いが出て、近所中に迷惑かける。じゃあどうしたらいいかって、その生ゴミを捨てればいい。ゴミ箱に捨てればいい。
いや、もっといい、もっとゴミ箱にしていったらもうそれは人にぶつけない。もうこれでもね、ここで言うような神話というのは、神話に目覚めたら、このゴミが全部宝に変わっちゃう。黄金に変わっちゃう。人に役立つようなね、私はこんなに苦しんで、先ほど俺はガンの人の話やったでしょ。あちらこちらでこうやって読んでると、みんな希望が持てるじゃないですか。ほら、宝じゃないですか。悪性リンパ腫が。宝じゃないですか。でも同じですよ。宝にできますよ。今のその、今までの苦しみは。ね。だから私と会っちゃった。この方も私と会っちゃったんだから。だからそれをぜひ生かしていただく。そのために私はこの仕事を本業にしたんですから。全部宝にしました。はい、ありがとうございます。そうですね。うん。ここで言うことができました。そうですね。いずれでいいですから。それも全部言えるようになったらいいです。堂々と言えるようになった時には、それはもう自分が変化してる時だと思う。それが一つのバロメーターだと思うんですから。ここでは言えても誰もそういうふうに変に思う人いないですけど。その病院も、クリニックを持っちゃったぐらいですから。まあそういうことで。はい、ありがとうございました。